はい、えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、ソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。最初ね、これ今27日に撮影してるんですけど、6月の26日まで、ポケモンユナイトのベータにね、ガチでハマって,て本当にもう寝食を忘れてずっとですね、朝起きて、朝に起きてるんだよ、一応。朝起きて、ユナイトつけてやって、なんか昼ぐらいだなと思ってたら、なんか気づいたら夜になって、慌ててちょっとなんか、あ、そういえばお腹すいさみたいな。ちょっとご飯食う、みたいなね。 感じでやってたんですけど、まあ、楽しかったね。ただ、まあ、7月からサービス開始みたいなからそっちも結構楽しみなんだけど、ケンタでもちょっと、さすがにやらないとまずいなと思ってね、今、起動してましたね。選出、これ。うーん、ピクシーはちょっと考慮したい。で、えっと、ラグラージはまあ、まあ、誰でもなんとか、なるんじゃない。で、えっと、ゴリランダに対しては無動。ドラに対してはバンギー。結構不安あるけどバンギー。 ポリツーにはまあ最悪バンギだけど、で、ドラゴン考えるとドヒド欲しいから、まあドヒドバンギムドっていう選出になると思ってて、ただこれだとね、ピクシーきつくなるよなそう考えるとなんかちょっと別に入れたいけど、ドヒドバンギ、ランクルスドヒドバンギとか言ってみるか。これにするとポリツーにもうちょい強いし。 まあ、ゴリランダーがだいぶ怪しい選出になっちゃうから、そこだけ気をつけたいけど、OK。ラグラージから来てる。たださ、これよく考えたら、ちょっとランクルスから入ってもさ、カエンダは叩かれてトリックで押し付けれなくて終わるみたいな話、普通にあるよな。これ無道いないとまずかったかな。でも多分、ドヒドバン義無道だとね、ピクシーがきつかったんじゃないかな。 まあ天然、うん、まじがだと思うけどな、これ、これは。天然で受けたいんだったら別にポリツーいるし、わざわざそうしないと思うんだよね。ここ。まあ、瞑想からでもいいな、全然。瞑想から入るか。クイックターンで引いていくならトリックから入りたかった。うーん、まあ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 、まあ、誰出てくるかだね。 肝心なのは。ドラゴン。まあ、これはいいかな。これにドヒド受け出して、今回ね、ドヒドに、あの、受け,受けれる範囲狭くなるんだけど、卓、まあ、を解消できるんじゃないかと思って、ちょ技構成をね、工夫してきたんで、ここはドヒド引きで、OK で、 まあ、毒しをね、ちょっと強いだろうなと思ってて、入れてきてみたんだけど、まあ、もうちょっと攻め駒取り入れてもいいんかな、ここだったら。でも、攻め駒と、一体でも取り入れると、途端にさ、なんか、ガバガバになるような。あらゆる部分が。このドラゴンスカーフはね、ここはまあ、巻きに行くか。巻きに行ってよくて、引いて誰出てくるゴリランダやめろ、マジで。ラグでしょ。オッケー。これでとりあえずトリックじゃないや。毒菱できたから、 ま、あステロなんかな分わからんけど。これはま、あもう一回ドックビシマいちゃっていいか。こうなると、ゴリランダーに対して多分、いやーでも、ケンブリドヒド引いてでも、もう成立したいんだけど。まあまあドクダメなんとか、雰囲気。もう、ダメージ計算の結果に基づいて、理論的に、このゲームやるのは無理なんじゃないかと思ってるね。雰囲気だね、雰囲気。 だいたいこれでいけるだろうなみたいな。なんとなくそんな感じ、みたいな。ので、まあ、やるしかないと。ここ、クイックターンだよなーああ、でも引くなら引く。いいか。ランクロスクイックターン食らって、裏に、毒ビシ刺さるから <laughs>、それでいいんだよな。なんかね、思ってたのが、その結局、ダイマックスうーんっていう時に、事前に毒ビシが負けてると2、2サイクル目は結局毒が入るわけだから、それで処理できるから、 ダイマックスとかか解消できるんんじゃないかないって考えてたんだけどもうちょっと形にするんやなんか煮詰めなきゃダメっぽいねこれ誰で崩すんだ最終的にまあドランかなんかだと思うけどなまあドランには毒菱通んないからしょうがないんだけど周りのやつに入るからそれでいいと思ってるけどいやでもこれこの受け録にさドラン投げないんだったらドランいつ使うんだって話じゃんだからドランだと思うけどな ヒードラン、えー、ヒードランじゃない話はさすがにない。だ相手結構これ多分困ってるだけだと思うんだよな。ピクシーかなんかで詰めようとしてたか。あ、やっぱドランいるか。まあ、ピクシーは間近だったら、ランクルスで瞑想詰め合えばいいし、天然だったら、毒ビシ入れば、まあ、いけるんじゃないかなみたいな。それもでもじゃあ初手に投げられたらどうしてんだって話だけど、それは雰囲気だよ。雰囲気と気分。まあ、あとは、 まあ、それぞれ役割対象一体ずつ当たってるから。戦術作に勝ったっていう話。いや、これドランしたよな、結局。ドランが無理だったらもう、もう無理だから。ヤドキン TV もいないし。それはしょうがないんだけど。マグスと当たる。これね、定数が痛いな。 ー数がありえん痛い無限大な思ってしてもなおヒードラはきつかったからねで、裏は最悪多分それぞれいろいろ死んじゃっても毒虫なんああ、これ大マー切ってもよかったかなヒードラに対しては毒虫負けても役に立たないからこれがきついんだよねまあまあまあ裏にこれで OKOK ダイマックス宅にも勝っただけ勝ったってことにしていかないとちょっと動画として話が成立しないわ こっちだったらどうしてたんだっていうのがマジで、そうだねとしか言えないんだよね。これされてたらどうしてたんだよって言われたら、いや、負け、負けてたよみたいな。負けでしたけどみたいな。それ以外、答えがない。ドラムもなら毒虫取んないのきついよな。あいつ、やけどもしないし毒も入んないしさ、あいつマジで定数で死ぬ気ないでしょ。殴られて死ぬしかないけど。でもダイマックス切っちゃうと、 殴られてもそう簡単に死なないっていう化け物だよなまあ万行ヒットポイント確保しとかないとまずいからでドランのね持ち物が分かんないまあこう自信打っても別にラクラジ死なないしおとなしく引くしかないかラクラジ下から動けるの強えなうんまあランクルス引きかな 一応ただヒートラン削れてさえしまえば最後ドヒドのダイマックス使わせれば多分ストリームでいけると思ってるけどなこうクイックタンだよねうんまあだラグラージはドヒドでもこれで見れるようになったといえば見れるようになったまあドラゴンも結局どくるわけでそう考えるとさほど厳しくは感じないかなマ、まあ、トリックでパクっとくかアイテム ああ、それか。それか。鉄壁プレス、マグスト、大地とかかな技構成。これ、ドヒドで大魔切って倒すしかないんだけど。いや、鉄壁プレスまで来るとね、いよいよきつい。OK、弱砲はとりあえず <laughs>、没収できたね。うーん、ただこれ、挑発ないでしょえ、だったら、これだったらランクルス倒せんくないソードランじゃ。定数で死なないし。 鉄壁プレスも別に半減だし。この方に対してはあれか、ランクルスでいいのか、割と。まあ、そう挑発ないんだったらそうだよな。これもう一個の技、挑発案だったら、うんと、まあ、ランクルス切って、ランクルス切って、えっと、ドヒドで詰めるみたいな感じかな。 たら瞑想でこっち、サイコショックだからさ、B 上がってんのちょっときついけど。ああ、まあでも、ランクルスが結局死なないだけだから。まあいいのか。遅えな、瞑想。鉄壁はゴリゴリ上がってくのに。死ぬあ、なんか死にそうだった。再生しとかなきゃダメだった一回。別に瞑想 B 上がるわけじゃないしな。 まあ最悪ダメだったらダメだったらまあ土俵で頑張るしかないかとりあえずちょっとここ自己再生通ってほしいな頼む頼む頼む通る通る通れ頼む頼むもう祈るゲームやだ大ま切ってくれるんだったらまあそれはそれで構わないかなただバンギで処理できないあまあまいま切ってくるか、まあ、まあいやでもここ大間なんだったらまあランクルスは絶対死ぬけど でで切り返すでしょ得意自然に参ってるからそんなに重たくはないと思うんだよなでドラン引くなら引くで最後バンゲージ自身で処理してもいいからへえそうですかマジこっちのダイマックス読みってわけじゃないし押しミスかなシンプルに これここあれだな。えー、てと相手絶対ダイマックス押し間違えてただろ、これ。バーンじゃ死ぬわけないよ、瞑想してるし。くそ余裕だな。もうなむ、むちゃくちゃって感じだな。随分順位も下がってたからね。<laughs> なんか、この終盤にさすがに3日4日放置するとかなり順位落ちてるからね。だいぶ、うーん、まあ瞑想していいか。 こっち別に急所に当たって死ぬことないからこっちのショックが急所入った瞬間ドラン落ちるんじゃない迷走たらとりあえず6回積んどきたいなプレスってのはまあまあ打てる回数あったっけそこはちょっと怪しいけどまあ再生かな プレス、死にたくないし。ちょ待って、強くねえか <laughs> 強くねえかなんか。まあ、そんだけ積んでそ,そんそんぐらい入るか。いくら、エスパータイプ相手とはいい。引かないとまずいな。まあ、ここドヒドヒーって統治化して、 ターンからして、裏引くんだったら、ってか、ドヒドで多分詰めれるかななんかこういう感じで結局その、誰で最後詰めれるかなっていう感じになるから、そう考えるとね、割と、なんかここマグスト打ってたし、危ないしかも避けた。そう考えると、割となんか毒ビシーと攻め駒とかを絡めると、面白いんじゃないかなっていう気はする。それで多分、あれなんだろうね、前期結果残してた人、クレセリア使ってたんだろうねっていう。 1>, 1ヶ月ぐらい経ってやっと前期の構築記事をちょっと理解し始めるってもうひどいなんてもんじゃないけどな。で、ここは引かせればいいからストリームっていいか。で、ラグとかのラゴン出てくるならまあ毒が入ったりラグにはストリームストリームで処理できて次に裏の番儀で処理できるから ドラゴンを考えるとドヒドはでも死ぬわけにいかんいでしょ。眠るのもあんま良くない。あー、でもバンギの守ると、裏切ってもう一回守るとかドクターン稼げるから、削りさえすればって感じか。これはまあ全然平気だね、さすがに。こいつは HB だし。ストリーム、いや、ドクビシドヒドなん,なんか多分うまあのー、面白いんだろうね。 なんか面白いんだろうねって全然説明だったんだけど、多分、多分なんか面白いんだよ。面白いもんに理使って,て。幅が広がる気がする。単に受けるじゃだけじゃなくて、なんか受けるムーブをした後に、不安定、不安定なんだけど、行動が。相手次第になるからね。難しいけど、まあまあまあ。いいんじゃない ?GG 等で、お疲れです。